この度はですね、関係各所の皆様にご迷惑をおかけし、このような騒動を引き起こしたことをですね、心から謝罪いたします。一回やってみたかったこれ。始まりました、森哲チャンネルです。はい、まあタイトルにある通りなんですよ、投資やめます。投資でまあね、もう業界ではかなりの人が知ってる状況で、まあなんつうの、知らせに行くまでもなく知ってた人とかいたんで、そういったことで、まあ一部の人も知ってると。で、まあ、一般の人はその知らないから言わないで、一応3月末までは言わないでおこうかなと思ったんですけど、いやもうコメントがね、めっちゃ来ちゃうんですよ。バンバン来ちゃうので、それいちいちね、消すのがめんどくさいので、もう言った方が早いなっていうふうに思いました。まあ、まだ YouTube は消せるけどさ、Twitter とか消せないので、だもうバンバン書かれてるわけですよ。まあそれはそうですね。だってパンフレット載ってないんだもん、新年度の。うん、それはバレるに決まってるわけでね。写真ないしさ。ね、あ、そうか、そこまで頭回んなかったなと思って。知らんかったわ。なんで、もう一部のね、投資生たちは知ってる。ただまあやっぱりね、公開授業がある中でそれを言うわけにいかないと思ってたんですけど、まあ今はね、こういう状況で公開授業が中止になりましたから、まあだからもう言うしかないかなという感じだと思います。まあどうしてだよって思うかもしれないですけど、なんかね、詳しくは言えないと思うんだけど、まあ、簡単に言えば私は予備校講師という職業と YouTuber という職業で YouTuber を選んだっていうことだと思ってもらえればいいかなと思いますね。まあ、河合塾はね、続けますので、一番だって、教えてるときが楽しいので、趣味なんですよ。だから趣味として予備校講師を続けます。まあ、少なくとも1年は。で、忙しくなってしまったら、ちょっとわかんないですね。続けられるかどうかは不明なんですが、いや、本当に、まあ、感謝というか、東大英語ね、やっぱ最大手で東大英語やるっていうのが夢でしたから、その夢はもう叶えたので、もういいんですよ。それ、でも、その中でもう上には上がれないですから、上の授業を担当してる人たちなんていうのは、上に上がっていくことなんかできないですから。だから、もちろん、普通のね、予備校講師も、これまた予備校講師を敵に回しそうですけども、一般の、まあ、たくさんいる人たちの、予備校講師、たくさんいるね、講師たちからすれば、まあ、ゴールの地点にいるっていうのは、まあ、間違いないんですよ。この辺の詳しいことはまたいずれ話しますけど、ただ僕の目指すゴールっていうのはここではないので、もっと上なんですよ。はるかに高いところなので、まあ、このまま行ったってそこにはたどり着かないので、なんでもうね、動く決断をしました。そうだから本業 YouTuber になりますから、もう皆様のね、再生チャンネル登録にかかってますから、私の人生ね、お願いします。でまずは YouTuber の方が、まあ予備高校生より上であるっていうところは言わないですけど、チャンスがあるっていうのは証明してみたいと思いますね。ただだからといってこう付け焼き場でどん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 、まあ多分入ってくると思うんですよ、いろんな人が。それでは勝てないですから、ここの YouTube っていう土俵もそんなに甘いところではありませんので、でも自分自身はもう今は暮らしていけますよ。全然 YouTube 一本でも暮らしていけるぐらいはもらってますが、当然波がある仕事なので、いつ再生数がね落ちてしまうかっていうのもわからない仕事なんでね。例えば一つ言えることとしては、1年もしくは2年かかるかもしれないですけど、その時に私は受験生たちにとって最も有名な英語講師になってるっていうのを、それが目標って感じかな。当然前世代をね合わせちゃったらさ、無理なんですよ。そんな長く有名だった人なんかたくさんいるわけでね、今井先生とかさ、安子先生とか関先生とかさ、もうずっとトップでこう長い間やってきている人たちには、そんなね前世代にはかなうわけがないですけども、少なくとも受験生とか高校2年生の中では最も有名な講師であるっていうポジションにいると思ってます。まあもちろんね、私ほら人生こういうのが好きだって前に言ったことありますけど、そのジェットコースターのようなね人生が好きなんで、失敗する可能性だってもちろんあります。でも今のままあ予備校では成功してるけど、このまま何も変わらずに行くのよりは、私は当たればドンとこれよりもはるかに上に行くし、当たらなければ沈む、あんま沈まないかもしれないですけど、っていう人生の方が好きなので。ただ YouTube の方はね、如実にさ数字が出るわけですよ。自分が努力すれば努力した分、頑張れば頑張った分だけ評価される。それがだから予備校業界とは全然違う。今の若手たちにはそんなチャンスはないですから、数字を出したところで評価なんかされないし、数字も出せない。そことは全然違うわけです。まあね、3月30日まではね、東進講師ですから、ちゃんとね、当社の先生たちはやっぱり
それがもうトップである、まあ、全国の中のねトップクラスであるっていうのも間違いないですから、そこはね否定することなんて絶対ないですからね。英語講師、まあ、あとは英語講師今13人ぐらいの全員と多分飲みに行ったことがあるのは僕ぐらいなんで、自分しかいないのかな、地球上で僕しかいないと思います。この世界に一人しかいないんで、ね、お世話になったりいろんなことを喋ったりして行きましたよ。で、ね、宮崎先生と飲みに行ったことがある人って相当少ないと思うし、逆にね一番新しいニックとね飲んだことがある人もほとんどいないでしょう。だまだね思い出を語るにはね3月終わってないので、それは後々価値になると思いますけども、もちろんね失敗するかもしれない大勝負に出るっていうことだと思ってもらって大丈夫です。今までは見せられなかったさまざまな情報っていうのは隠している状況でこの教育業界って成り立ってたわけですよね。でも今の時代はそうじゃないなって思いましたね。だから出していった方が絶対な、このまま一般の人に自分の考えとか自分の教え方っていうのは伝わらないまま消えていくっていうのはやっぱないなと。もうだから無料で全部出していきますから。教育業界ではね結構まあ有名な方なんですけど、私ねいっぱい本書いてますけど、受験だとやっぱりねまだまだそれを見せる機会が全然ない。だから英語の教え方のね資格を取ったりとか、さまざまな資格試験をいっぱいね受験して分かったこととかっていう知識もあるし、教え方の部分も全然見せていないですから、それをね今後見せることができるようになるんだっていうことだと思う。具体的にどうやってやっていくんだっていう話なんですが、すごく細かいことは言えないですけど、まだ簡単に言えば私は全部出します。私の持ってるものを全て公開します。全部無料で手に入るようにしますので、全て皆さんが僕の授業は YouTube で見れるようにします。それは何千本になるかわからないし、何万本になるかもわかりません。でこれを教えてほしいっていうのがあれば出します。僕一人がやったところで塾なんかはなくならないと思いますし、勉強の管理っていうのは大事なことですから。で今まさにこの学校にみんなが行くことができなくて、いろんなオンライン予備校が公開してるじゃないですか、無料で。まあ当然ねそれが宣伝になるっていうのもあるとは思うんですが、やっぱね教育の無償化っていうのはずっと言われてきたことではあるんですが、進めようとする流れはずっとあったんですが、まあやっぱならないよね。そんなことしちゃったら困っちゃう人たちいっぱいいるからなかなかならないんですが、 YouTube っていうプラットフォームであればそれが可能である。見てる側っていうのは無料で全て手に入る、そして教える側っていうのも広告収入だったりとスポンサー収入だったりとかで、きちんとお金が入るっていう、そういったものができてるわけですよ。わざわざね塾に所属して働いた分だけお金をもらうとかっていうものじゃなくても今の時代って成り立つわけですよ。そこでやっぱり、まあ、まだ YouTube ではそこまでクオリティの高いものはないっていう、まあ、だって本当のプロたちはまだまだ全然出てこないですからね。その流れをちょっとね変えるかなと思っています。それが成立した時、まあ、自分がちゃんと戦えるっていうか、無料なのに他の先生たちと戦える、そういった状況がやってくるんじゃないかなと思ってます。全国どこにいたって見れるわけじゃないですか、 YouTube だったら。今はねいい予備校の授業とかってね見たかったらだいぶ限られた場所になってしまうわけです。しかし YouTube でやればネット環境さえあればいつでもどこでも誰でも見ることができるっていうね、そういうものなんですよ。それが成功するかしないかっていうのは、まあ、自分の実力だけじゃなくて YouTube 用の見せ方にアレンジしますから、今までの生授業だったり動画の授業で戦っていけるほど YouTube っていうのは甘くないと思ってますし、だから誰もやったことのないような授業を展開する。で結構ね数学系ではいろんなね YouTuber たちやってて人気のある人たちっていうのもいるんですけども、英語はなかなかそうはなってないですね。英会話はすごく多いですよ。英会話系の人たちね、バイリンガルだったりネイティブが出てきていろいろと教えるっていうのはすごくたくさんあると思うんですが、大学受験の英語を教えるっていうチャンネルはそんな多くないですね。で実際あることはあるんですけど、みんな埋もれちゃってるんですよ。数学系も人気のある人たちはね何人かいるので結構うまくいってるように見えるんですけど、やっぱりうまくいってない人がほとんど。そうだからそんなにね甘くないわけですよ。プロが入ってきたところでうまくいくかって言ったらそんなことはないわけです。だからそこは1年ちょっと YouTube で身につけた力を使ってやっていこうと思いますね。まあいろんなねコンサルの仕事とかももうこれからはやっていくと思うんですけど、塾経営だったりとか、ね、動画のコンサルだったりとか先生たちへのコンサルとか大学でのコンサルとかいろいろ決まってはいるんですよ。やっぱり YouTube 見てオファーが来るんですよ。まあ、企業案件とかも来ますし、そういうのがちゃんと結果を出せばやってくるっていうのがこの YouTube なんで、もちろん、ね、YouTube っていうのがどこまで続くかわからないですけど、それでもかけてみる価値はあるかなと思ってます。だから教育系 YouTuber の人たちとね一緒になって盛り上げていければいいんじゃないかと思っています。まあ、詳しいことは3月末そして4月の頭に、全て情報を解禁しますので、
そこまで楽しみに待っていてください。今まで以上にねできる幅ははるかに広がりますから、これやってほしいとかね、あれやってほしいなんていうのもあればどんどん言ってくださいね。サブチャンネルなんか特にね英語の縛りもないですから、ね、ペヤング食ったりとかさ、もう自由にやってますから、そういうリクエストみたいなものがねあったらぜひ言ってください。期待しててくださいね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。今週もやめるってね噂がいろいろ出てましたが、はい、事実です。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.